はいどうも。今回はスタンダード、白黒吸血鬼を使います。戦乱の総国からはいろいろ入ってきました。部族専用のアンセム、後期の運命、ドレインできる班です、鮮血竜、出るだけでアドートル44、白母の勇者、デッキの潤滑油的な役割の白母軍団の盲信者、支払いが相手になるどころかドレインしちゃう、逆腹心能力の黄昏の予言者、自分と相手両方数えるので結構すぐでかくなる、白母バラ、エレンダ。あとはサイドに黄金の死を取ってます。土地の色マナ供給の関係とか、個人的な趣味からミッドレンジ戦略を取ったので、アグロ向きな空渡りの野心家と軍団の副官は入れてません。ということで早速対戦の方に行ってみましょう。後手、呪文2枚あるからキープ、ですかね。プラン立てれそうにないしトップに期待しすぎかな。相手平地セット。空渡りの野心家。こっちが使ってない吸血鬼が出てきました。土地置いてインドです。引いたのも土地だし、相手早そうだし、やばいかな。島セット。2点パンチもらいます。アダントの先兵、ヌルキープだったようです。こちらも先兵出せますけど、先手後手、1ターン目の生物の差でかなり負けてますね。白青セット。上級建設艦、スラム。結束のカルトーシュ。オーラ唱えたのでスラム能力で追加ドロー。アダントについて、プライチ先制攻撃、そしてトークン生成。戦闘入って。アダントだけ攻撃、止めて払っても同じなのでスルーします。この場は、メインにない黄金の死ぐらいしか解決手段がないような、無理そうなので投了します。マリガンしないのミスでした。さて、サイドです。黄金の使徒野望のカルトーシュを積みます。致命的な使徒推しも追加。戦乱の束縛足してますが。相手軽くて4マナ除去は効きづらいので、やっぱなしで。鮮血竜をアウト。後期の運命外して。高根不強入れる？相手パワー3少ないから微妙ですよね。やっぱ束縛2枚だけ入れときます。エンチャントついた生物除去るのに理想。代わりに黄昏の予言者を外して60枚。これで2本目いきます。負け戦もらいます。今度は大丈夫そう、キープです。相手はワンマリガンですね。ファストランドを置いてインドです。タンツの銃の保証、昇電したら33になる03恐竜です。プッシュ等かと思いましたが、エンチャントついてからでも遅くないですね。土地置いて、引いてきたアダントの先兵を召喚。
白青セット。執着的探訪をエンチャント。1-4になった恐竜で攻撃。ブロックして4点支払います。カード引かれるよりはいいでしょう。聖なる猫を召喚。黒砂漠を置いて白母軍団の猛進者。出たら1ペイライフ1ドロー。悩ましいですが、プッシュを構えてエンドします。まずは戦闘。1-4で攻撃。致命的な一押しで除去します。1-2交換でアド取れました。天ガナ襲撃者。猫が並びますね。土地タップイン。軍団の上陸。戦場に出てトークン生成。攻撃せずにエンドです。土地セット。戦闘入って、2体で攻撃。ここは両方スルーします。返しで変身させたいし。3点もらって残り12。アダントの先兵を追加。土地タップインして。戦乱の束縛。相手の先兵を追放します。3体で攻撃。変身して1番砦でアダントにします。攻撃通って相手16、こちら13。結束のカルトッシュ。黒マナでないから普通に通ります。兵器置いて。2体で攻撃。5点通って残り8。良いカードを引けました。まず土地タップイン。先兵に野望のカルトッシュをエンチャント。マイナスカウンターはトークンにでも使います。1体残して2体パンチ。5点通ってドレイン。ライフ逆転しました。戦闘入って。ダブストだけで攻撃。通しておきます。4点もらって残り9。空渡りの野心家。ギリギリ昇電してないので飛んでません。プッシュは温存。引きが良い感じです。まずは戦闘。先兵だけ攻撃。2-1でブロック。4点払って破壊不能。戦闘ダメージでライフ取り返します。軍団の征服者を召喚。戦場に出て、残り3体をサーチします。これでエンドです。
戦闘入って。今度はハンコンだけ攻撃。2人いるんですが、何かあるんですかね。まあ何かあっても、こいつなら失って良いので素直にブロック。そのまま解決。普及してトークン。単にミスっただけかな。エンドにアダントでトークンを作ります。ダブルストライク猫を砂漠で除去します。それから軍団の上陸を追加。5体で攻撃。変身するのでアンタップを残します。先兵ブロック。防護の光、破壊不能を与えて、戦術位置を行う。ダメージ解決で相手救。墓地からダブルストライクを永遠化。プッシュでダブスト除去ります。ここで相手投了。サイドカードがうまくはまりました。さて、サイドです。後期の運命を戻して。白母の勇者をアウト。これで3本目行きましょうか。後手、ちょい遅いけどキープかな。相手はあんまりガン。平地を置いて、2-1でスタート。土地タップインでエンド。平地セット。2点パンチもらいます。スラム召喚。手つかずの領土を吸血鬼指定。白母軍団の盲信者。1点払って1ドロー。一番いらないものを引きましたね。白カルトーシュで追加ドロー。プラ1先生とトークン。2体で攻撃、両方スルーします。残り12です。野心化追加、かなりきつい状態ですね。なんとかアンタップ土地引けました。平地セット。不死の援護者、野変2を召喚。ブロッカーにします。白砂漠セット。軍団の上陸。トークンが出ます。そして昇殿達成、2-1が飛びました。さらに2-1追加。青ないけど十分に動けてますね。飛行とトークンで攻撃。上陸が変身。トークンを野変2でブロックします。打ち取ったのでパンプアップ。とりあえず土地を置いて。野望のカルトーシュを張ります。
マイナス対象は、アンタップの21で。除去したのでさらにパンプアップ。攻防反魂で攻撃。通って5点ドレイン。戦闘入って。トークン以外で攻撃。ここは全部スルーで。7点もらって残り5。そのままエンドですね。エレンダの出すトークンは、いつもの反魂吸血鬼ですね。飛んでたりしないか。除去から砂漠パンプされない限りは大丈夫そうなので、聖域探求者出して殴りに行きます。2体で攻撃。探求者能力で2点ドレイン。両方通って6点パンチ。相手7、こちら12。エンドにトークン生成。これなら砂漠使っても1点残るはず。なんかメッセが。さすがに青いカード手札に溜まってるみたいです。そのせいかギリギリ耐えれてます。飛行2体で攻撃。5点もらいます。残り7。そのままエンド。白ボバラ、エレンダ召喚。土地置いて。3体で攻撃。探求者能力で3点ドレイン。アダントでトークン生成。相手のトークンとこちらの盲信者が死亡。野戦2とエレンダがパンプアップします。これでエンドです。戦闘フェーズ。トークンで攻撃。1体をエレンダでブロック。死亡時にパンプアップ。天ガナ襲撃者。まず盲信者出して引いてみます。攻
時の運命を張りましょうか。指定はもちろん吸血鬼。全体プラ1と警戒付与。3体で攻撃。まず3点ドレーン。それぞれをキャンプブロック。さらにでかくなります。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。なんか総国の部分で戦ってませんでしたけど。アグロ相手にはこんなものですかね。どちらかというとアドバンテージ取るカードが増えたので、アグロ相手にはほとんどサイドアウトしちゃうから仕方ないかな。どのデッキ相手でも使うという意味では、地味ながら、白母軍団の盲信者が一番の収穫でしょうか。タフ1への牽制、野辺2の生贄要員確保、マーブレンの能力誘発、昇殿達成への寄与などなど、枚数消費せずに吸血鬼の数を増やせるというのは、すごい役立ちますね。能力的にはそれのサイズアップ版である、白母の勇者もなかなか良いです。ライフの支払いも、このデッキなら5点ぐらい余裕で支払えます。とはいえアグロ相手に勇者残すかというと微妙ですが、黄昏の預言者はまだ使えてないので何とも言えない感じ。チャンドラとブリンガー相手には弱そうだけど、それらが入ってないデッキには活躍できると思います。そんなこと言って今回サイドアウトしちゃってましたけどね。束縛じゃなくて預言者使えばよかったかな。鮮血竜はそこそこやります。ギフトデッキ以外には大概効くんじゃないかな。黄金の死はいつ引いても強いサイドでした。頓着した場で打てば逆オーバーランみたいなものですからね。おおむね構成に満足はしてますけど、サイドの選択とか、枚数調整できる部分はまだまだ多いと思います。といったところで今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。